こんにちは、佐藤ちんです。今回開封するのはこちら、新発売の妖怪ウォッチ妖怪メダル復刻版第2章です。久々にワンボックス買ったので開封していきます。アソート番号を見てみましょう。アソート番号は5121となっています。まあね、中身を詳しく調べちゃうとつまらないので、開ける楽しみを味わっていきましょう。それではワンボックス一気に開けていきましょう。どうやら復刻版にはスペシャルなホロメダルが2種類存在するということで、1枚は当てたいですね。当たり箱でお願いします。キュービとオロチ、そのねホロメダルも久々に欲しいですね。1パック目出てこい、俺の友達スペシャルなホロメダル。デレツセッセデン、お、シャレコ夫人、スッ、リュウ君、懐かしいね。このね妖怪メダル第2章、復刻版ではないのは去年の2014年確か3月22日に発売されて、もう1年2ヶ月ぶりですね。ちょうどではないか。さあ2パック目こちら、デレツセッセデン、スペシャルなムリカベ、ムーリー、うわ去年もこんな感じに言ってたと思う。さあ続かなそう、ホロメダルも出ないね。3パック目さあ、スペシャルなホロメダル、お願いします。こっちか、デレツセッセデン、お、ジミー、懐かしいね、ジミーからのハッ、おお懐かしい、オロチ、いやいいね、いつ見てもオロチとかキュービはかっこいい。オロチのホロメダルゲット。さあもう4パックで、ワンボックスに12パック入りです。さあ頼みます。こっちか、1枚目って運がいきょんからの、お、コマジロね、もうね懐かしい、これなくしちゃったメダルなんですよ。コマジロゲット。あとねキュービーも欲しい。あとフーミン来ないかな、大好きなフーミン。さあ5パック目、テレツテッセテン、テングからのワカメくん。ワカメくんか、でもね確かワカメくん持ってなかった気がする。さあ6パック目、半分です。さあスペシャルなホロメダル、はぐれメダルとかはぐれ妖怪か、まだ1枚も出したことない。嫌いの来い、嫌いの、なるほど、ダイダラポッチか、横取り、あれ厳しくない、このボックス厳しくない。最近結構ネットでさね、中身いじられてるとか騒ぐけど、俺は信じません。お、信じてるよ、ネットショップさん信じてます、使ってる。1枚目2枚目、うお、続かなそうとクワガ大将、マジか。7パック目出てこい、俺の友達スペシャルなホロメダル、マジか、ホロメダルも出てこない。おならずものからの、おお、ライオトンね、雷オトンじゃないよ、ライオトンのホロメダル。うわーマジか、もう4パックしかない。お願いします、キュービキャモン、1枚目、テレツセッセデン、勝負しからの、うわ闇マロか、持ってるね、懐かしいね。そしてさあ来い、さあバッチ来い、妖怪メダル、テレツセッセデン、ポン、あ、トゲニャンのホロからの、これは口だけ女、懐かしいな、トゲニャン。確かふみちゃんの妖怪ウォッチ、あ違うか、なんでもない。さあ11パック目、残り2パックしかない。さあ来い、出てこい、スペシャルなホロメダル、ワカメくんからの、長花、うわお厳しい、もう最後か。今回も外れ箱だったのかな、まだラストチャンス。さあおならず者からの、
つぁ妖怪無駄遣いでした。いや出なかったっすね。またねリベンジしたいと思います。それでは以上、妖怪メダル第2章復刻版の開封レビューでした。それではオロチでお別れです。そうじゃないよ、あれ逆やん、こっちか。妖怪メダルセットオン。